東芝の林と申します。今回この場で発表させていただくのは初めてになります。簡単にちょっと自己紹介だけさせていただきますと、普段業務で、組み込み向けにリラックスの開発を行っています。主にカーネルの移植であったり、あとはユーザーランドの構築ですと、といったようなことをやっています。で今日はですね、先ほどからお話出てますように、ヨクトプロジェクトの方で、提供されているビルドツールであるポーキーというものを使って、組み込み向けに Linux 環境を構築する方法についてご紹介したいと思います。普段その組み込み向けの Linux 開発でいろいろ課題はあると思うんですけど、クロス開発環境の準備どうするかですとか、あとはプログラムごと その依存関係みたいなのを解決していかなきゃいけないっていうようなことがあると思いますけども、今回その実際に、ビルドツールポーキーを使って、Linux を構築するということを、その開発に活用して実際に試してみるといったことをやっているのは、こういった課題におそらく、ほとんどカバーできるところはあるんじゃないかなと思っています。流れとしてはポーキーのまず概要をご説明した後に、中の実際レシピと呼ばれる、ビルドの定義書があるんですけども、それを自分向けにカスタマイズするような例を示しながらご説明します。で最後に、ちょっとした課題についてで考えていきたいと思います。まずポーキーの全体像、概要についてご説明しますが、ポーキーというものは、先ほどから言っている通り、そのカスタム Linux を構築可能なビルドシステムになっています。出力としてそのカーネルですとかユーザーランド、あるいはクロスチューチェーンみたいなものが出てきます。実際にそのヨクトプロジェクトによって提供されているツールでして、開発者の負荷軽減ですとか開発の複雑性を緩和するため、というような目的で主に開発が進められています。対応アーキテクチャもかなり幅広くなってまして、あとそうですね、GUI による、ある程度ユーザーフレンドリーな環境も提供しています。Eclipse で経由ですね、プラグインがあってアプリケーション開発をデバッグをしたりですとか、そういったことも可能になっています。で、全体像なんですけれども、ポーキーの中にはですね、このソースコードというものが含まれます。実際にあるのは共通の、失礼しました、ビルド定義のレシピと呼ばれるものだけになります。で、ポーキーは実際にビルドが始まるとソースコードをいろんなところから必要なものだけ取ってきて、あとは定義に従って、各対象のボード向けにビルドしていくといったような構造になっています。ビルドの全体の手順なんですけれども、まずネイティブ向けに例えばインタープリータですとかアーカイバーみたいな本当にごく単純なシンプルなツールというのをまずビルドを始めます。で、それらを使って次にクロスビルドのためのツールを、例えばクロスコンパイラーみたいなものをビルドしていって、最終的に出来上がっ、これらで出来上がったものを使ってターゲット向けのバイナリーをビルドする。で、出来上がったバイナリーを固めてターゲット向けの関連分ないシルトアイシステムを作るといった流れになっています。で、このネイティブ、ツールのビルドから始めるので、基本的にその、例えばデビアンだったり、レッドハットだったりっていうような、開発環境そのものの、ツールに例えば互換性の問題があったりしても極力依存しない、ビルド時に問題が発生しないといったようなメリットはあります。主な構成用として、3つあるんですけども、一番重要なのは先ほど言ったそのレシピファイルと呼ばれるものです。で、実際にビルドをどうやってやるかっていうのが記述されています。で、次がビットベイクと呼ばれる、これが実際にビルドの処理を走らせるツールになるんですけども、
ビットメイクは実際にそのレシピファイルを見て、どういうふうにビルドを走らせるかっていうのを、まあ、解析した上で実際にコマンドを発行するものです。まあ、実行例として単純にビットメイクに、まあ、ビルドしたいものを渡すと、もうターゲット向けのバイナリをビルドしてくれるといったものになっています。あとは、まあ、ターゲットマシン別のビルド定義みたいなものが、まあ、非常に、まあ、ボードごとにですね、用意されていたりします。で、全体のビルドフローをちょっと、まあ、簡単な図で示してますが、左側にある .bb のファイルが全部レシピで、まあ、左側が生成されるバイナリです。ビルドの流れとしては、まあ、まずそのルートファイルシステムを作りたいような場合は、ビットベイクのルートファイルシステムのレシピ名というふうに、まあ、与えるんですけども、まあ、そのルートファイルシステムのレシピは実際にその中に含めるパッケージ全てに依存していて、それらはクロスチェーンに、依存していて、まあ、それらはまたネイティブ用のツールに依存しているといったような、まあ、レシピ間で依存関係を持っています。で、ビルドの実際の手順は、まあ、先ほど言った通り、下からネイティブを作って、クロスのツールチェーンを作って、ターゲットをビルドして、ルートファイルシステムを固めるといったような一連の流れになります。で、ここでちょっと話が変わるんですけども、法規の中にその BSP と呼ばれる概念があります。これが、まあ、一般的にそのボードサポートパッケージの略で、まあ、名前は同じなんですけども、まあ、ターゲット依存のその設定を含むレシピセットといった意味で、使われています。実際にその必要な BSP というものを、まあ、組み合わせて、まあ、特定のボード向けの独自環境をビルドできるような構造になっています。まあ、例えばそのターゲット依存の設定の例としまして、まあ、カーネルのソースあるいはコンフィグっていうのをどこから取ってくるかですとか、ブドウローダーのロードアドレス、まあ、あるいは静的デバイスの、まあ、なんか特殊な TTY の名前があったりとか、といった部分が、まあ、主にそのターゲット依存部といったようなものになってきます。まあ、この他にもそのターゲットの行動によってそのデーモンの設定が違ったりですとか、あるシーンに処理追加したりとかといった、まあ、カスタマイズの内容も違ってきますので、まあ、こういったものをBSP として定義できるようになっています。構造としては、BSP 自体はそのレイヤー的な構造になってまして、そうですね、まず共通のレシピが あった上で、まあ、必要なその BSP だけを足していく。で、最終的にその足された BSP によってどんどん設定がこう上書きされていくので、まあ、例えばそのボード依存、ボード A に対する BSP を追加した場合は、ボード A 向けの最終的なバイナリーが出来上がると、 B の場合は B、といったようなことになります。で、まあ、ボードに依存しない部分、そのカスタマイズ部分のレシピ、BSP っていうのも、まあ、組み合わせて適宜、いろいろなそのルートファイルシステムを簡単に作れるような構造になってます。で、次に簡単にディレクトリの構造を主に示していますが、まずですね、その先ほどこちらの共通レシピの部分が、この真ん中のメタディレクトリの中身になります。実際この中に入っているのはそのレシピファイルだけで、レシピファイルと、あとはパッチだったり設定ファイルといったような、まあ、付属ファイルが含まれているものもあります。で、それ以外に、下の、まあ、2つになるんですけど、まあ、これが先ほど言った BSP を格納するディレクトリになっています。構造自体はどちらも同じなんですけれども、まあ、BSP の場合は、まあ、こちらにあるような、まあ、BB アペンドみたいな特殊なレシピがありまして、その共通部分に存在しているレシピに対して、まあ、設定を上書きするようなレシピというのが書けるようになっています。で、まあ、基本的にその BSP の下にはそのボード依存の設定しか含めないといったような構造で実装します。
で、次に、これが、まあ、実際にビルドを進めていくときに、そのディレクトリの中で動きがどうなっているかというのを簡単に示したものになります。まずビルドが始まると、まあ、特定の場所にその各レシピがですね、ソースコード、必要なソースコードを全部取ってくると。で、次に、まあ、それを各レシピごとに存在するそのワーキングディレクトリですね、全部展開して、ビルドが始まると。で、ネイティブ用のツールですとか、このクロスツールチェーンみたいなものっていうのは、一箇所シスルーツの下に全部インストールされて、全体で共有されるようになります。で、最終的なそのターゲットの、ターゲット用のバイナリっていうのは、一度その作ったシスルーツの下を参照して、まあ、必要に応じて参照して、クロスビルドして出来上がるといったような流れになってます。まあ、以上がポッキー全体の概要になりまして、この後実際にちょっとレシピをどうやって作るか、どうやって書くかみたいなことをこうお話ししたいと思います。まあ、ここからちょっと、まあ、結構細かい話になってくるんですけども、実際にこの後皆さんが仮にそのフォーキーを使われるような場合に、まあ、実際にマニュアル的な位置づけになればいいかなというように考えています。実際に英語のドキュメントは結構しっかりしているのがいろいろあるんですけども、日本のマニュアルっていうのがちょっと個人的に見たことがなかったので、まあ、参考になればいいかなと思っています。で、まあ、レシピ作る上で、まあ、最低限必要なものはここに書いてあるんですけども、ライセンスの定義、あとはタスク、まあ、ビルドタスクの定義と、あと必要なソースの定義と依存関係の定義、あとパッケージングの設定といったようなものが主になります。で、最後に実際に、まあ、なんか簡単なレシピを作る例を示したいと思います。まず、まあ、ライセンスの定義の方法なんですけども、まあ、こちらに書いてあるように、まあ、まずライセンス名を書いて、まあ、それを示すというか、まあ、ライセンス表記が書いてあるファイルを指定して、そのチェックサムを取ると、チェックサムを書くといったような表記になります。まあ、これ実際ソースのバージョンが上がったりしてライセンスが変わったような場合に、まあ、その違いが検出できるといったような作りになっています。で、次に、まあ、ここはレシピの最もコアな部分になってくるんですけど、タスクの定義、まあ、ビルドタスクの定義になります。で、ビットベイクっていうのはここに、まあ、定義されている、まあ、実際関数のような形で全部書いてあるんですけども、これに従って順番にそのビルドのコマンドを実行していくといった作りになっています。まあ、最も基本的なタスクとしてここに示すのがフェッチ、アンパック、パッチで、まあ、コンフィギュア、コンパイル、インストール、で最後にまあパッケージングをして終わりっていうような流れになります。で、まあ、大体のパッケージで、まあ、同じような処理が毎回実行されるので、まあ、規定のものっていうのはすでに定義されています。で、まあ、各レシピではそれ必要に応じて、まあ、上書きしていくといったような、まあ、開発の方針になります。で、まあ、これが実際に例になるんですけども、まあ、例えばパッチの適用方法を変えたような場合は、なんか、まあ、これシェルスクリプトで書いてありますけども、シェルスクリプトとあと Python の両方で記述が可能です。まあ、上書きしたい場合は、まあ、このように書くと。で、まあ、実際にソースコードにコンフィギュアが必要ないような場合は、まあ、中を空にしてしまったりですとか、あとはもともとあるインストール処理に対して、まあ、なんか独自の処理を加えたいような場合は、アペンドないしはプリペンドで、その関数の前後に処理を追加するようなこともできるようになっています。あとはその自分で独自の名前をつけて、タスクを追加するようなこともできます。で、次にソースファイルの定義なんですけども、これはソース URI という変数一つに全て書きます。まあ、ここに例があるんですけども、まあ、基本的にそのプロトコルを書いて、あとはまあパスを単純に書けばいいんですけれども、
まあ、こうやって書いたときに、実際の規定のタスクでは、例えばフェッチアンパックパッチみたいなものは、このプロトコルに従ってちゃんと自動で取ってきてくれて、拡張子を見て、まあ、パッチだったらパッチを当ててくれて、アーカイブだったら勝手に展開してくれるといったような作りになってます。なので基本的に、そうですね、あまり特殊なファイルを書かなければ、ソース URI にただファイルを書くだけで、もうビルド処理が勝手に走ってくれるといった作りになってます。で次に、まあ、これ、ビルド依存定義という、まあ、ディペンズというそのままの変数に、があるんですけど、まあ、これに、まあ、例えばそのビルド時に必要なライブラリみたいなものを、まあ含むレシピを先にビルドしておかないといけない場合は、まあ、この変数の中にその名前を書いておくと。まあ、Debian パッケージというそのビルド、ディペンズ、フィールドと全く同じようなものだと思います。で最後にこれパッケージングの設定ということで、まあ、これもあの一般的な、まあ、Debian パッケージだったり、RPM パッケージとほぼ同じような形で、パッケージの中にその実際に、バイナリパッケージの名前一覧を書いて、各ファイ、パッケージの中に含まれるファイル一覧を次の変数で定義して、最後に、まあ、必要であれば依存関係を各パッケージごとに、まあ、定義するといったような設定になります。でこっちでこの R depends の値はデータのパッケージでいう depends のフィールドに該当します。まあ、依存関係について簡単にその図でまとめるとこうなるんですけども、まあ、単純に depends と R depends の違いをここでちょっと示して、この場合その、まあ、必要な最終的に必要になってくる3つのレシピっていうのは、まあ、自動的に全部ビルドされる、まあ、それもちゃんと順々に従ってビルドされるといったような構造になっています。でここでちょっとレシピ作成の本当に単純な例をお示しますが、まあ、ここにhello.c というファイルがあって、メインファイルがあって、あとライセンス表記、この3つからなる単純なソースコードのアーカイブがあるとします。これに対してクロスビルド、まあ、クロスビルドというかターゲット向けに、まあ、ビルドしてくれるレシピを作るには、まあ、例としてこんなものを書けばいいということになります。まあ、最初に、そうですね、一番最初に説明したライセンスの表記を書いた上で、あとはソース URI が、まあ、この場合ウェブサーバー上に上がってますけども、まあ、ファイル名を書くと、ここまで書いただけでもうクロスビルドは勝手にやってくれます。で、まあ、今回メイクファイルの中にインストールのルールを書いてないので、ここで、まあ、do インストールを独自に定義して、まあ、インストールしているとこういうような例になります。まあ、ご覧の通り、まあ、6、7行ぐらい、すごいシンプルな技術で、まあ、クロスビルドまで勝手にやってくれるといったようなことができるようになっています。で、次に、ポーキーを、まあ、実際にちょっと自分向きになんかアレンジしてみたいといったような例をちょっと3つほど示したいと思います。まあ、一つが、まあ、ソースコードを、まあ、別のバージョンを使いたいような場合に、まあ、レシピ P をちょっと足したいといったようなこと。でもう一つが、まあ、自分で用意したカーネルを使うような例。あとは、まあ、冒頭に説明した BSP を、まあ、自分が、まあ、好きなそのボード上で動くような Linux を作るための BSP を追加するような例をここで示します。まずレシピの修正なんですけども、まあ、最新のバージョンを使いたいですとか、あとはその古いバージョンをあえて使いたいみたいな要求というのはまあ頻繁にあると思いますが、実際ポーキーのそのレシピの状況としまして、まあ、一つ の, そのレシピで対応しているバージョン数っていうのは、まあ、あまり多くはない。僕が、今回まあ、実際試しに使ってみたものを見た限りではだいたい1対1で対応しているような状況だったと思います。
なので、まあ、別のバージョン使いたいような場合はちょっとレシピを足さないといけないといったようなことになってくるんですけども、まあ、その修正手順がですね、一番下にちょっと書いてあるんですけど、まあ、単純に元からあるレシピをちょっとコピーしてバージョン直して、であとは依存部分を修正して、最後、まあ、付属ファイル、まあ、パッチだったり、設定ファイルだったりといったものを、まあ、直すといった手順になります。まず一番最初に、これあの DigiBox のレシピの例なんですけれども、下にこのディレクトリの下に行くと、全部で4つのファイルが最初あって、その中でまあバージョン依存のレシピというのが、レシピとローカルファイルというのが、まあ、それぞれ2つ、置いてある状況です。で、まあ、今回その、まあ、ちょっとバージョンアップするということで、まあ、そのバージョン名についている2つのファイルを、まあ、ちょっとバージョン変えてコピーしてしまうということをまず最初にします。で、まあ、この bgbox.inc っていう、まあ、バージョンファイル情報が載ってないファイル名のものに関しては基本的に変更が不要なように実装されていると考えていいと思います。なのでここでは変更は特にしないです。で次に、実際にコピーしたそのファイルの中身を今度変えないといけないんですけども、まあ、その変更の、まあ、あくまで単純な例なんですが、をここにちょっと示しています。まあ、元からあるレシピの中にソース URI の、まあ、ハッシュ値、が書いてある部分なんですけども、このようにハードコードされているような値、あるいは処理みたいなものを、でかつそれがまあバージョンに依存しているようなものは、まあ、自分で直していかないといけないということになります。まあ、例えばコンフィギュアメイクのオプションが対応しなくなったので、まあ、それ削らないといけないですとか、まあ、そういった、まあ、僕にあるようなチェックサムみたいなものが主になります。で、まあ、ポキのレシピの中はかなりいろいろなビットベイクの内部変数が使われているんですけども、まあ、ここにあるような PV、これが先ほどいじったバージョン名がそのまま埋め込まれるようなものになっているんですけども、これはまあ自動で更新されるので特に直す必要はありません。で、まあ、修正を行う上で、まあ、気をつけないといけないのが、まあ、当たり前なんですけども、その他のレシピとの依存関係がまあ壊れないようにしないといけないということですとか、そうですね、まあ、互換性といったものをまあ維持した上でちゃんとチェックしてやらないといけないということになります。特にこのベースにしたバージョンがかなりかけ離れていると、レシピの修正も難しいといったようなことになってきます。で最後に、まあ、付属ファイルの修正ということで、あるんですけども、付属ファイルの例としては、まあ、パッチ、まあ、そのポーキーが内部的に用意しているパッチというのが、あるんですけども、まあ、これが、まあ、単純にバージョンが変わったことで当たらなくなるので、まあ、最悪の場合全部直さないといけないといったこと、あるいは、まあ、デフォルトのコンフィグが置いてあってそれがそのままでは使えなくなったりといったようなことにもなります。で特にこのパッチの修正コストというのが場合によってはかなり大きくてですね、まあ、今回の例の場合もだけでもですね、まあ、6分の2このパッチを、まあ、修正する必要がありました。これが、まあ、バージョンのもっとかけ離れたりですとか、まあ、数千行規模のパッチが用意されていることもあるので、これがいきなり当たらなくなるということになりかねませんで、まあ、特にそのこのあたりはもうパッケージのソースコードレベルの話になってくるので、まあ、その複雑さ次第では、まあ、メンテナレベルで、まあ、ノウハウが必要になってくるといった事態にもなりかな、事態にもなるかもしれないですね。で次に、まあ、修正の2つ目の例としてカーネルのレシピの作成というのをやってみたいと思います。まあ、デフォルトのポーキーではですね、カーネルのソースコードというのは全部ヨクトプロジェクトから、まあ、取ってくるようになってます。が、まあ、当然その一時的に自分のローカルにあるようなカーネルをまあ、使いたいっていうようなケースもあると思うので、まあ、こういった場合どうやってレシピを作
作ればいいかというのをちょっと示したいと思います。まあ、ここではビーグルボード向けの独自のカーネルというのを、まあ、試しに使う例を示します。ファイルとしては2つ作らないといけないんですけども、1つが、まあ、カーネルのヘッダだけを、まあ、ビルド時にその必要な、時の中にインストールするためのレシピ、この MinuxLibC ヘッダーズというものと、あとは実際にターゲット向けのカーネルのイメージをビルドするためのレシピ Linux、まあ、この場合その MyBeagle というアペンドをつけてますけど、この2つを作ります。1個目のこれがLibC の方、LibC ヘッダーズの方の、例なんですけども、まあ、ちょっと長々と書いてますけども、まあ、特に重要なのはこの赤くハイライトしているところで、まあ、どこからソース取ってくるかというのを、まあ、実際に書いてます。まあ、先ほど説明したソース URI の中に、まあ、仮にそのローカルホストの Git のリポジトリ体から、まあ、取ってくる場合は、まあ、このように書くと。でソースレベルで、まあ、変数がまた別途あるんですけども、ここに、まあ、ブランチ、チェックアウト対象のブランチないしはタグというのを、まあ、指定できるようになっていて、まあ、いずれでもまあ、ブランチを書いた場合は最新版が起こってくるんですけど、まあ、この2つを基本的に書くだけで、自分の、まあ、カーネルからビルドできるようになります。で次に、こっちがターゲット向けのカーネルをビルドするレシピなんですけども、こちらが短いです。というのも、これ一番上の、まあ、これクラスファイルという一番最初にちょっと図で出てきたんですけども、まあ、全てのレシピから共通で使われる、まあ、クラスファイル、クラス的な位置づけ の、 そのレシピファイルというのがあるんですけども、まあ、それを使っています。カーネル BB クラスというのが、まあ、そもそもそのカーネルをビルドするためのタスク定義がもう大量に全部あらかじめ書いてあるやつを書いてあるので、まあ、これを使うだけで、まあ、レシピはほとんどで実装できてしまいます。でソース URI の部分はもう先ほどと同じで、まあ、最後にコンフィギュアの前段階でですね、デフォルトのコンフィグを、まあ、必要であれば一行、準備してあげるという山本をここではやっています。まあ、ここはちょっと実装依存になるんですけども、そのカーネル .bb クラスの中で、このワーキングディレクトリのトップに、defconfig という名前でコンフィグファイルを置いておいてくれた、置いておくと、勝手に、オールドコンフィグをやってくれて、あとは勝手にビルドが進むといったような流れになる。あと、あれですね、ビットフェイクのコマンドで一番下にちょっと書いてあるやつなんですけど、まあ、メニューコンフィグを動的に実行して、まあ、ビルド前にちょっといじくるといったようなこともできるようになっています。以上がカーネルの例でして、まあ、最後にちょっと BSP の追加という例を示したいと思います。まあ、最近話題のちょっとラズベリーパイみたいなもの向けの BSP を作るといったようなことも、まあ、ここをちょっと参考にできるんじゃないかなと思っています。でここではちょっとビーグルボード向け、またビーグルボード向けの独自 BSP を作る例をちょっと示したいと思います。まあ、手順としてはここに書いてあるんですけども、一番最初にディレクトリコードでご説明したメタマイビーグといったものをまず作って、次に、BSP の設定ファイルというものを作って、次にマシン設定を作る。マシンって、まあ、この場合、Beagle ボードになります。で、あとは必要に応じて、共通部分のレシピをオーバーライドして、最後にこの BSP を使うような設定を書いて、ビルドするといった、まあ、やり方をちょっとご説明します。ですね、まず一番最初にこれ BSP の設定ファイルになるんですけども、まあベースがもともとあってですね、まあ、修正する部分はこのハイライトしてある部分だけです。で、まあ、BSP 名とあとターゲットマシンの名前を書くといったことと、あとレシピの優先度、まあ、これはその BSP に含まれているレシピというのが、
他の BSP と比べて、まあ、どっちを最終的に優先するかというのを、まあ、定義する値になっています。まあ、この3つだけここでは定義すれば十分です。で次に、これはまあ、ビーグルボード用の、まあ、マシン設定の例になるんですけども、まあ、主に4つここでは書いています。一番上に CPU 設定、これはもともともう用意されている設定ファイルがありまして、まあ、この場合そのコアテック A8 向けの、まあ、例えば M アークだったりっていう、まあ、引数を全部自動で展開してくれる、まあ、設定が含まれているファイルを、まあ、インクルードするだけで大丈夫です。で次にまあこのカーネル設定というのが、まあ、先ほど、まあ、作った自分で作ったビーグルボード向けのカーネルを、まあ、指定している例ですね。でカーネルイメージタイプっていうのが、まあ、最終的に出てくるイメージのタイプで、まあ、この場合ヨブト向けのイメージを作って指定しているといったことになっています。でルートファイルシステムの設定としては、まあ、最終的に出てくるイメージ、の形式をまあX3 のイメージにしたりですとかアーカイブにしたりですとか、まあ、その両方だったりっていうのを、まあ、自由に選べるようになってたりですとか、あとはあれですね、起動直後のイニットタブで移動される最初のゲッティの、まあ、引数、まあ、これ指定しないとログインできないっていうようなボードがほとんどだと思うので、まあ、こういったのも書けるようになってます。で一番最後にもう呼ぶとの、まあ、ロードアドレスみたいなものを書いたり、といったことが、まあ、このマシン設定のでやることの主な内容になります。で、ここにあるのがまあ、これも冒頭でちょっと述べた BB アペンドを使ってレシピを書き換えるっていった例なんですけども、まあ、すごい単純な例としてこの SSHD の、まあ、設定をパ、まあ、ミットルートログインを ES からノーにするっていうようなのを、まあ、書き換える設定を、まあ、追加したり、あるいはこのコアイメージミニマルっていうのがこのルートファイルシステムを作るためのレシピなんですけども、それに対してターゲットに、OpenSSH を含めるっていう設定を加えるといった、まあ、例がここにちょっと示しています。あとですね、そのまあ、デバイスファイル、性的にそのスラデブの下に作っているデバイスファイルの名前っていうのもボードごとに変わってきたりしますので、まあ、その一覧っていうのも指定できるようになっています。でファイルの一覧表の中身っていうのが、まあ、この一番下にちょっと書いてあるんですけど、まあ、ボード依存のデバイスファイルっていうのをここに今適宜追加して指定してあげるといったようなことを、まあ、レシピのオーバーライドではやったりします。まあ、非常にこれちょっと単純な例ではありますけども、でまあ、以上が BSP の中の設定になりまして、あとは実際にビルドする前にですね、この、今回作った BSP を、まあ、有効化するための設定が例になっています。まあ、メタマイビーグルっていうのをその BB レイヤーズに足してあげるといっただけで、まあ、先ほどの、レシピのオーバーライドっていうのが、まあ、全部反映されて、ターゲット向けのビルドが始まるといったことになります。で、まあ、以上がちょっとまあ細々したレシピの例の話になってたんですけども、まあ、最後ちょっと実際にボギーを使ってみてということで、まあ、時間ビルド時間とあとディスクの消費量というのがちょっと凄まじかったので、ちょっと課題点としてちょっと挙げてます。まあ、まずビルド時間なんですけども、まあ、かなりハイスペックなマシンを使っても最低限の、ターゲット向けのビルドするために30分程度かかる。最悪ノート PC なんかを使ってビルドを始めてしまうと、もう 半日間動きっぱなしでなかなか終わらないといったようなこともあります。まあ、当然そのネイティブのツールから作ってクロスツール J 作ってっていうふうに、まあ、全部ビルドするので当然といえば当然です。ただまあそれ以外にも原因としてその依存関係というのがかなり結構その、まあ、冗長な感じで定義がされているような印象を受けてます。というのも、まあ、コンフィギュア次第では
その依存関係いらないんじゃないのっていうようなあのレシピもあったりですとか、まあ、実際にそのちょっとの、まあ、その、そうですね、ビルドの時にちょっとだけこのファイルだけ欲しいのに、そのビルド依存先のレシピからいろんなものがまたこう連鎖的にどんどんビルドされてしまうといったような、まあ、状況になりつつあるの、まあまあ、結果的にそのビルドがかなり長くなるという結果を招いているんじゃないかなと思っています。でこれ実際に測定してみましたという例です。ですね、ビルド対象として2つ用意しまして、それぞれまあレシピの数、使うレシピの数が変わっているんですけども、 A の方がちっちゃくて B の方がまあ大きいという例ですね。で、3.4GB4コア8スレッドのマシンで動かしているんですけれども、ビジボックスベースの最小の環境を作るだけでも、まあ長くて50分、短くて40分かかるといった結果になっています。で B の方と比較すると、下の横軸がですね、タスク×スレッドということで、まあ、平行に走らせるそのビルドタスクと、あと実際に各ビルドタスクの中で 何平行であのコンパイルするかっていうのを、まあ、値変えて測っているんですけども、まあ、当然そのパッケージ数が増える、まあ、B の方がそのコアを増やした時 の, あの平行化効率が上がるので、時間はかなり短くなってますが、まあ、それでも最終的に60分1時間ぐらいやっぱりかかるといったようなデータがここではちょっと取れています。で次に、まあ、ディスク使用量なんですけど、まあ、これも原因としてはあのビルド時間と同じで、ですね、ビジボックスだけをビルドしただけで、ビルドのディレクトリが9ギガ、約9ギガで、まあ、なんかこの、キュートですとか、まあ、UDEM みたいなちょっとリッチな組み込み環境を作ってしまうと、もう20ギガとか一気になくなってしまいます。まあ、昔前だったらちょっともうとんでもない容量だと思うんですけども、で、まあ、かなりそのビルド過程のファイルっていうのが、まあ、これはもう最終的にはいらないっていうようなファイルがかなり残っている状態でビルドがどんどん進んでいて、まあ、最終的にこんな容量になってしまっているんじゃないかなというふうに思ってます。まあ、対策といっていうほど、まあ、立派なものじゃないんですけど、まあ、他のレシピから作ったけどもその後いらないようなファイルっていうのは勝手に消してくれたりですとか、 あとは、まあ、そのターゲットに依存しないネイティブのツールっていうのは基本的にターゲットに依存しないので、そういったところをその BSP 別にですね、まあ全部共有してビルドできるようなシステムになっててくれると、ちょっとは容量も減るといったことをちょっと考えています。で、まあ、内容は以上になります。ポーキー の,、まあその概要説明、内部構造から実際にどういうふうにレシピを書くかという説明を行いました。まあ、実際にポーキーを使うとですね、そのやっぱクロスビルド環境もコマンド一つで全部作ってくれるので、まあ、そういった意味では導入の敷居はかなり、まあ、Linux の初心者の方にとってもかなり低いんじゃないかなと思っています。またその BSP を使って、まあ、そのボードに依存する部分とそうじゃないところの開発をしっかり分けるといったことができるようになっているので、まあ、開発効率の向上にもつながるんじゃないかなと個人的には思っています。で、あとはそうですね、実際に、バージョンを変えたりカーネルのレシピを作ったり BSP を追加したりといった、まあ、カスタマイズ方法について、例を示しました。あとは、まあ、ビルド時間とディスク使用量について、まあ、ちょっとデータを示したといったことで、まあ、発表の方を終わらせていただきます。ありがとうございました。質問ありますでしょうか。結構興味深い内容だと思いますけど、すいません、大変興味深い内容で質問になります。私の方ですね、まあ、ちょうどカーネルビルド環境が整えていると思うんですけど、今ですね、ビルドルートというのを使っているんですが、こちらと比較していかがでしょうか。そうですね、
と僕自身ちょっと使ったことがないんで、あんまり企画というのはちょっとできないんですけれども、ちょっと、まあ、概要っていうのを教えていただけると。そうですね、レゾルートもまさしく似たようなシステムで、ちょっとルートファイルシステム、まあ、カーネルからツールチェーン、ライブラリーというのも含めて作るんですけど、ちょっとビットベイクを使っているかどうかは私はちょっと外せないんで、まあ、ビットベイク自体は確かですね、TI のアラボっていうのも、BSP のパッケージを作るための環境として提供されてたんで、それはちらっとしか見てないんですが、そういうものなのかな。ビットベイクとヤクトっていうと、ヤクトってどういう関係になるんですか？ですね、もともとそのビットベイクの、はい、ツール自体はオープンエンベデッドの方で、はい、まあ、提供されているものでして、うん、まあ、ポキの方でおそらくそれを、まあ、ちょっとベースにポキを、まあ、作ったといったことになっていると思うんですけど、まあ、最近そのオープンエンベデッドの方と、まあ、ヨークズプロジェクトでかなり連携を、まあ、取っているようでして、まあ、それぞれで、多分成果を共有しようといったのが、まあ、流れになっているんだと思います。たぶん、ビットベイクそのものが、まあ、どういったものか、基本的にはその特徴としては、まあ、例えばそのチェンジルート環境みたいなものを作ってやるんではなくて、まあ、先ほどちょっと述べたシスルーツの下に全部必要なパッケージをビルドした状態で、まあ、ターゲット向けのものを作っていくといった構造になっています。なので、まあ、そのビルドの過程でかなりソースコードの中身を変えないといけないようなケースというのも結構出てきますね。それを、そうですね、シスルーツを実際にそのビルド時のオプションでこっち当てて変えたりですとかというような、まあ、細々した設定が必要になっています。でそういうものが内部的なパッチで用意されていたりっていうような構造になっています。まあ、組み込みの環境をまず作りたいというときはかなり有効な選択です。そうですね、まあ、本当に、まあ、一応そのポーキーを最低限ビルドするための依存パッケージっていうのはやっぱりあるんですけども、まあ、基本的にそのデビアンですとかウンツみたいなディストリビューションを使っていればもう誰でも簡単にターゲット向けのルートファイルシステムないしはカーネルというのができるようになっていると思います。確かにそうですね。ホスト側のツールって全然ビルドルートなのでは用意してなくて、そこは確かに有効なんです。そうですね。今までそのやっぱり個人的にカーネルのビルドだったりとかルートファイルシステム向けの、まあ、ビジボックスのビルドだったりっていうのをまあ、何度か試したことはあるんですけども、やっぱりそのネイティブツールでこういうコマンドがなくて途中で落ちるみたいなようなことはまあ頻繁にあったりですとか、あとそのある程度ビルドツール側がやっぱり何ですかね、スクリプトかなんかでまとまってたとしてもその想定しているバージョンがネイティブのバージョンが変わってたりするともうその時点で使い物にならなくなってしまうので、まあ、そういう意味ではそうですね、かなりネイティブに依存しない作りになっているとは思います。おそらく午前中にティムさんの発表にもちょっとあったかなと思うんですけど、ありがとうございます。ありがとうございます。他はどうですか？一度これルートファイルシステムを作って、はい、でそのうちの一部のソースを修正したときに、はい、もう一回作ったときに最低限だけビルドしてくれるのか、はい、あるいは全部やり直しになっちゃうとか、その辺はどうですか？ですね、基本的には部分的なビルドは可能です。毎回毎回必ず全部作らないといけないってことはないです。ただその例えばカーネルの中身を大々的に変えてしまったみたいな場合っていうのは、まあ、その結局ビルド依存の時に、影響を受けるパッケージがかなり増えてく
るようなことになると思うんですけども、そのビルドが、その生成物に対して、ビルド時に、影響を受けるパッケージのことまでは考慮してくれてない作りになっています。なので、まあ、そういったものを作り直した場合はちょっと明示的に自分でおそらく最初からまた作り直すということを判断しないといけない、とは思います。なるほど。例えばカーネルの中だったらカーネル自身を作り出せばいい場合だったらいいんだけど、はい、カーネルのヘッダーのどこかを変えて、はい、でそのヘッダーが例えば VIMC が参照ですとか、そういった時にはその、影響がするということまでは見てくれないから、はい、っていうことなわけですね。はい、そうですね。それはカーネルなりでそれでもパッケージのメイクシステムがそうなってるから IDE としてはできないんじゃない。その依存関係上はちゃんと定義されているんですけども、一度例えばその依存源のパッケージがビルドされてしまうと、もうそれをビルドやっぱしてくれない作りに今はちょっとなって、実際に試してみたんですけども再ビルドされなかったので、まあ、そういったところはちょっとまだ課題が残るのかと。そうすると結局は用事のために全部消してやり直しとか実際みたいになっちゃうっていうこと、そうするとまた30分なり1時間かかるとか、まあ、頻繁にコロコロレシピを変えていると本当にそれだけで1日潰れてしまうようなこともたまにあったりします。私も実は今は小さなテスト用のファイルルートパイシュを作るにはビルドルートをまあ使ってみたんですけれども、あ、まあ、ビルドルートに比べると今の話聞くとこちらの方が柔軟性は非常に高いなと思うけども、その柔軟性と引き換えに複雑なシステムになってるんだろうなっていう、そこがなんか廃反だなとか思って、はい、ビルドルートの方は特に、まあ、この選択肢はがそのメニューで変えられる分だけだったらまあそれなりに多くんだけど、本当にかゆいところまで手が届くかどうかっていうのは微妙で、そうでないところにあるまで印象とするともしかしたら結構大変かもしれないけど、まあ、こちらの方が、まあ、基本的にそのさっき言ったレシピっていうのはシェルスクリプトと Python スクリプトですね。だから場合によってはまあいろんなことができるような感じも見受けられるので、はい、おそらくこっちの方がまあ柔軟といえば柔軟なのかなという感じ。そうですね、もう柔軟性という意味では間違いなく、まあ、最悪の場合そうですね、もうレシピのレシピというかそのあるものを作るにしても作り方を全くゼロから自分で書くこともできるので、まあ、柔軟性はかなり高いものになっていると思います。ただし特にコアなそのパッケージの部分、例えばイジーリブ C ですとか、まあ、GCC 周りのレシピっていうのは、まあ、やっぱり行数的にもかなり複雑になってまして、その辺を自分で実際に変えたいなと思った時に対して柔軟性があるかというのはまだちょっと課題が残るかなというのはちょっと個人的な印象です。あと非常に細かいことをお聞きするんですけど、総数のアーカイブを、まあ、URL を指定した時に例えばダブルゲットなんかが、はい、なんかで取ってきてくれると思うんですけど、はい、それってミラーサイトなんかを指定することができたりしますか。ミラーサイトを指定するというのは、例えばカーネルオルガとかがなんか一時的にダウンしてると、はい、そのせいで仕事が全く進むことができないという状態になったりするときはたまにあったんですけど、はい、もしなんかそれがあらかじめミラーサイトが指定できててダメならそっちやってくれるみたいな賢い、まあ多分自分でそういうふうに、まあ、レシピ書き直せるような気がしないでもないけど、はい、なんかもしかして標準でそこまで考えられたりしたら嬉しいな。そうですね、ご存知ですか。自分で試したことちょっとないんですけども、そのベースの URL を変えるような内部的な機能はおそらくあったと思います。なんで、まあ、仮にそのカーネルオルグがちょっと落ちたときに別のその、まあ、あるダメならこっちを試してくれるみたいなっていうのを、まあ、おそらくリストで共通変数の中にその文字列で書いておくだけでおそらくできたかなとちょっと思ってます。まあ、これは細かいことなんですけど、ちょっと気になっていると、はい、ありがとうございます。はい、ソニーの布施と申します。実は私もちょっとヨットプロジェクトを試したことあるんですけど、はい、ちょっと私の経験から言わせていただくと、今おっしゃった
ミラーみたいなことはできますというのと、あともう一つはローカルにキャッシュしたやつを使うこともできるので、一回ビルドした、一回ビルドしてフェッチしてきたものは、まあ、2回で、その後ローカルにするとか、指定することができるようになっているかと思います。あと、私、最近のビルドルートは使ったことないんですけど、昔のビルドルートは使ったことがあるんですけど、多分ビルドルートだと、多分メニュー、今もメニュー形式で選ぶんじゃないかと、メニューコーヒーみたいな感じで選ぶような形になってるんじゃないかと思ってるんですけど、多分できるものは、ルートのアーカイブだと思うんですけども、ポッキング一つすると、多分僕、いい点だと思うのは、ターゲットのパッケージをパッケージング化して、RPM とかレビアンでのパッケージとかしてくれるところで、そうすることで必要なパッケージだけとか入れ替え、ターゲットが入れ替えることができるところだと僕は思ってます。で ただ今日説明、林さん説明していただいたところ、さらっと触れてるんで、僕は決定というか、敷居が高いと思ってるのは、いろんなことができる代わりに、逆に中でその例えばさっき言ったクラスファイルとか、コンフィギュレーションファイルとか、いろいろ途中でさらっと出てきたと思うんですけども、ああいうファイルが、どういうところのファイルが、これが何のためにあって、例えばその中で変数してる内部変数がどういう意味を持ってるのかっていうことを、このレシピファイルを書く人が理解してないと、そもそもレシピファイルを書けないっていうところが、敷居が高いところだと思っていて、逆にそこをどうやって、一応今最後のページに URL が書いてあって、多分あれを全部読むと、書いてあるんですけど、それをちょっと理解、だから出来合いのものを使うにはすごいいいんですけど、なんかちょっとやろうとすると途端にこうちょっと敷居が高くなって、なんかなっていうのがあるんで、そこをなんとかできないかなっていうのがちょっと自分で使った感想なんですけど、林さんはその辺はどうだったんでしょうか。私オープンエンビディットをそもそも知らなかったんで、そういう敷居がなんかすごく高かったんですけど、そうですね、スライドにはちょっと示してないんですけど、全く同感です。もう本当に、クラスファイル、カネルの部分でちょっとちらっと述べた、これですね、あるんです。これ実際にファイル開いてみると、多分数百行から、広いと1000行ぐらいあったりとか、あとはそうですね、もうシステム全体の中で、要はレシピで使えるような、グローバル変数みたいなものが、もう、数が本当に膨大にあって、かつその説明がどこにも書いてないということが、レシピをいじっててよくありました。結局そのクラスファイルの最終的な、僕も読まないとわからないっていう、ことが結構往々にしてあったんで、そうですよ、その中身を理解しないで使っているようなものっていうのも、おそらくなのかと思います。ありがとうございます。他はどうでしょうか。林さん、どうもありがとうございました。